今日はですね、花輪兄貴のすごい熱い追っかけの、長谷川優君、舞台上がってもらっていい？はい、はい。あのね、優君は、あ、危ない危ない、足持ってください。あ、ソーリー。はい、久しぶり。元ロッカーなんです、彼は。で、兄貴に憧れて、現代舞に入ったんだけども、あの花輪ウアっていう、はい、僕は勝手に口をぼわーっと開けるんだけど、でもよく真似してたんです。花輪ウア。こういう顔なさんですよ。で僕先輩に対して強いかなと思って花輪ウアとかって言ってたんだけど。そうですね。はい、まああれがやっぱ花輪先生のやっぱりこのスタイルというかやっぱり花輪先生ってやっぱそういうのちゃんと成立したんで、すごく自分はそこが好きで、それはそうとさ、はい、僕が言ったんですけど、長谷川優君はね、唯一ね、花輪幼児の花輪をね、名乗っていいって僕の前で言ったんですよ。だから花輪優って名乗れよって言ったんだけど、はい、おこがましいって言われて、今日は花輪優でちょっと2分ばかり踊ってみる。即興で水の音と あんまり暴れられないと思うけど、はい、ちょっとやってみるか。やってみますか。じゃあ、僕ちょっと後ろにいるので、はい、そうですね、久しぶり。5年ぶりぐらいです。5年ぶり。いや、もう大学生なんだよ。大学院だよね、今。そうですね。すごい。柔軟から全然、ゆうくん、用意ができたら言って、はい、用意できた。大人にできます。大人しで行く。大人しで行くんですか。あ、音あるよ。音あります。はい、気をつけてね。はい、じゃあ、ポーズ、スタンバイして。いいですか。はい、いいです。じゃあ音お願いします。レッツゴしようと思ったんですけど、まあ、ダンサーとかみんなね、霊感が強い人が多いので、はい、ゆうくん降りてきた。降りてきましたね、本当に。もう久しぶりに踊りました。体動かしましたけど。5年ぶりだよ。5年ぶりですね。もしなんかこれからステージやるときは花輪ゆうって名乗ったら。ああ、本当ですね、本当。兄貴の財産を引き受けて財産を、うん、ぜひやってください。いや、本当ですよ。花輪先生も弟子さんいらっしゃらないんで。
弟子を取らなかったんです。そうですね、はい、で僕は昨日も話したんですけど、共演するのに20年ぐらい一緒に現代舞踊をずっとやらなきゃ、20年待ってたらもうどうなってるか分からないから共演しろよって優君も何回かそうですね、3人でやらせていただきました、ね、やって、はい、僕らも女装3人でやろうって言ってやりましたね、やったり、兄貴は本当に何でもやる人で、そうですね、はい、運動師では運動師で踊ることできないし、本当に運動師でやりましたね僕ちょっと無理って思ったけど、はい、ねはい、サポーター1枚で踊りましたね。だからそんなわけでですね、今まだ大学院、まあ大学院のだけど、ずっと花輪はゆかごち兄貴のファンで、そうですね、はい、今花輪はやった、あ、今やりました、やりましたね、はい、向こうに行った時見えなかった、やりましたね、はい、久しぶりに僕それでやりました。それは気持ちが表現してそういう顔になるっていうことで、はい、そうですね、はい、ね、僕もふざけて花輪はって言ってたけど喜んでくれてたよね。そうですね、やっぱりこのスタイルはやっぱり後世に残していきたいなっていうのは思いますね。ぜひ、はい、機会があったらいろいろチャレンジして、本当そうですね、はい、今日から長谷川優、ステージ名は花輪優になっています。どうぞよろしく。ありがとうございました。